さあ、本日は誰でもやみつきポークビンダルを作っていきたいと思います。ポークビンダルというのは、めちゃめちゃうまいんですよね。で、簡単に作れちゃう。で、骨付きの豚肉もね、買ってきました。こちら半額でね、腐りかけの肉です。腐りかけの肉っていうのが一番うまいっていうね、肉業界で言われてるんでね。で、豚肉の中にヨーグルト、400の半分ぐらい、 200g ぐらい入れて、で、コリアンダーとか、チリパウダーか、カイエンパプリカパウダー、これはパプリカパウダーですね。で、かなり入れています。で、これターメリックと、なんだこれ、ガラムマサラかな。で、ニンニクピチョッと入れて、生姜もブルブルっと入れて、ここでね、アルパカのワインを入れました。で、ここでちょっといい感じのビネガーを買いましたんで、これね、酸っぱい要素をね入れて、で、塩で、これブラックペッパードバドバって入れて、こんな感じですね。で、もみくちゃにしていく感じですね。全盛期の原宿みたいな感じで、はい、原宿買ってきました。で、こちらをね、もう一晩寝かせてって感じですね。で、一晩経ちました。正確には二晩なんですけど、で、二晩炊いて、炊いじゃなくて、冷蔵庫にぶち込んで、で、玉ねぎを千切りドバドバーっと入れます。基本的に飴色になるまで炒めていく。これはもう完全鉄板のね、鉄板で使ってないですけど、鉄板のねやつなんで。で、一旦取り出して、玉ねぎを取り出して、で、ここで、あ、油ですね。油はね、絶対入れる。で、クローブ、これはね、佐々木クッキング初めての登場で、ローリエ、シナモンのスティック、シナモンのスティック、鷹の爪、バーッとね、シナモンの、ね、スティックの使い方あんまよく分かんなくて、カルダモンの、なんかホールがないんで、パッと入れて、これはね、なんかパプリカとチリパウダーかな。で、ターメリック、ここでもスパイスをね対応していくという感じで、これはもう結構油ね入れていいっす。油はね結構入れて、これ2日寝かしたやつ、結構ねいい感じの色になってるんですよね。で、ここで原宿を鍋に入れていきます。いい感じの原宿ですね、これ。で、もうパパッとね、ジャパン、言って、炊いてく、炒めてく、熱していく、熱していく感じですね。さあ、熱しました。あ、いい感じに腐りかけの肉が、すごいビジュアルになってますね。で、油がいい感じになってて、これがいいサインですね。油と、なんかそのヨーグルトたちが分離しているって感じでね。玉ねぎを入れて、で、カットトマトを半分ぐらいですかね、半分ぐらい入れて様子見ます。そうか、はい、塩、お塩を入れてね。で、余った水を入れるんですけど、そこに原宿がこびりついてたんで、東京みたいなもんですね、汚い街だな、本当に。ということでね、煮込んでいきます。さあ、煮込みました。めちゃめちゃいい色じゃないですか、これ。ヨーグルトがやっぱ効いてるんですよね。できるだけね、水分を飛ばしていきたいなっていう感じで。いい感じ。あ、色がもうすごいいい感じ。すごい。うわ、おいしそう。おいしそうだな、これ。さあ、食べていきます。ポークビンダルを作りました。匂いをかきます。スパイス、もううまいって言ってたの今口で。それではいただきますということで、これはいい感じだ。いただきます。口に入れていく、もぐもぐもぐ、うわ、ちょっと一瞬なんかキムタク入ったな今。天を見上げるうまさ、うまいしが出ません。これ噛み締めた、バッチシ。もういっちゃうんだ。札幌ね、クキッと入れてね、
いいね、90度も曲がってた腕、まあ普通なんだけど、ゴクゴクゴクと飲んでいく。一番星くわ、あ、腐りかけの肉を食べている、腐りかけの YouTuber 小道スパイシー、どうですか、美味しいんですか、いい顔するね、ということで、もぐ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 、あ、うまそう、顔が物語ってる、うまい、うまいしが出ない、くどうですか江口洋介さん、ああ、お、いやうまいな本当な、ポークピンタルうまいけど、こどうですかこれね、あれこれ誰かに似て、後藤スパイシー、スパイスあんま知らないのに、カレーも知らないのにめっちゃささやきクッキング作ってる。布団の中は暖かくてでも狭いよ、君が思う僕にはない。